はい、本日はですね、こちらノースフェイスのスワローテールフーディをご紹介していきたいなと思います。似たような名前をですね、以前ご紹介したことあって2年ぐらい前かな。こちらがスワローテールって言って同じ名前になってるんですけど、見た目ちゃいますよね。見た目全然ちゃうのに名前一緒なんやってことで、これスワローテールベントフーディっていう名前なんですね。これは2年前から持ってましたけども、この基本中の基本のスワローテールフーディってやつは持ってなかったんですよ。そやからね、今回一応動画作ろうか思ってね、購入させてもうたんですけど、ようやくこの今ちょっと暑い時期とかに使える一着っていうのがね、やっとご紹介できますわいうことで、今時期とかやったらね、朝とかの電車とかやったら若干クーラー効きすぎてて寒いとか、あとバスとかもね結構寒かったりすることあるじゃないですか。そんな時なんかにね、なんか1枚なんか上欲しいななんて思った時なんかには、こういうスワローテールとかがねめちゃくちゃ使えたりするんで、ようやく紹介できますせということなんですが、そもそも夏場にこんなジャケット着るのどうなんて思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、やっぱりね、なんやかんや使うでしょ。で、特にね、僕今みたいにね、こういうショーツ履いてる時にね、上長袖着るってまあまあこじゃれた雰囲気出るでしょ。で、上着てちょっと袖まくるんですよ。まあパッて見たらね、こないしてさって着るでしょ。ほんでちょっとね、腕まくってるだけなんですよ。これだけでなんかちょっとだけこじゃれた雰囲気というかね、ちょっとなんかおしゃれな雰囲気出てくるでしょ。まあ知らんけどね。だからね、大人の人ほどまあこういうジャケットがね使えるんちゃうかいうことで、僕はずっとソフトシェルはね絶対一着は持っといてくださいとは言い続けてるんですけど、まあノースフェイスのソフトシェルで一番最初にパンって浮かぶのはまあこの辺かなと思いますので、まあご紹介していこうということで、本日の流れとしてはですね、まずは、形全体見てもうて、ほんでその次に特徴言って、デメリット言って、でその次に特にどういう人が着たらいいと思いますせいう話して、最後はサイズ感で終わりという順番でいきたいなと思いますので、先に形からこれね、パッて見てもらったら分かるかなと思うんですけどね、ネイビーじゃないですか。僕写真見た感じでね、ブラックやと思ってたらね、これようよう見て、あれなんかネイビーっぽいなと思ってみたらね、アビエーターネイビーって書いてるんですね。だから当の本人はブラックを買ったつもりやったけど、届いたのは何でか知らんけどネイビーやったということで、まあ僕のミスなんですけどね、こんな感じが外観ですわ。まあ、シンプルにポケットが両サイドにありますと。で、中側はメッシュの素材になってるんですね。だからあんまりなんかこう鍵とかを入れるのよろしくないでしょうね。こう金具のあるようなやつがね、すぐ破れそうな感じもするし。で、逆側もジップ付きのポケッツがあるんですね。これはね、なんかポケットインポケットがあるんですよ、この中に。これ何入れるためやねんと思ったりするけど、ちょうど大きさ的に言うたらスマホが中に入るかな。ちっちゃい方のポケットにも入りますね。ほんでこれ大きい方のポケットね、めちゃくちゃでかいんですよ。このここからここまで全部ポケットなんですよね。裏っ側見たらわかるか。まあ、こんな感じですわ。ポケットがこんだけあるんで、もはやこれはポケットというんか何かわからんけども、こんだけがポケットですわ。あ、下見れてないか。ここまでね。ほんでおそらくですけど、この中のポケットの中をねメッシュにしてる理由っていうのは、おそらく、まあ、ベンチレーション的な役割なんでしょうね。まあ後でねその辺の話もしますけど、この裏っ側にもねベンチレーションがついてたりするので、こうより夏場とかに快適に着るように考えられてるんでしょうね、この辺はねって言って。まあその辺が特徴ですかね。あと、まあスワローテールの一番の特徴ってこれ持ち運び、ポケットを頭のところに掘り込めるっていうのがこれ特徴になってるんで、まあ後でねこれ実際やってみますけど、まあ、収納してくるくる収納して普段はちっちゃくできるなんていうのがまあ特徴ですよねって言って戻ります。ではね、このジャケットの特徴いきたいなと思うんですけど、このスワローテールが一番の特徴何かって言ったら、まあちょっと夏場とかでもそうなんですけど、まあやっぱクーラーの風とか、その風が冷たい時ってあるじゃないですか。夜とかでもちょっとなんか今日風冷たいなみたいな、そういう時にまあ使うジャケットなんでね、やっぱりこうちゃんと風守ってくれたりとか、あとまあ小雨の時にねこうやって使えるっていうのはね、もうこのスワローテールの一番の特徴。まあそうやから、この時期とかでもうマジでなんかちょっと風ちょっと冷たいから一着欲しいねんと、何欲しいか分からんけどなんかとりあえず欲しいねんっていう方はね、まあ、このスワローテールにとってまあまあ間違いないんちゃうかなと思えるようなぐらい、まあまあ完成されてるんですよね、僕の中では。まあそういったちょっと羽織るような感じになってて、次はねこのスワローテールらしいんですけど、他にもノースでこういう薄いやつあるじゃないですか。いっぱい見ると、特にアウトレットなんか行ったらね、ノースフェイスのアウトレットってなんかなんでかわからんけど入場規制から始まってね、こう列でこう並ぶんですよね。これ並んでよっしゃ入っていったと思ったけども、なんか似たような商品いっぱいあるし、なんかええなと思ったらめちゃくちゃカラフルなやつやったりとか、なんかええなと思ったらサイズがなかったりする。アウトレットあるやろやないかいということで買い物皆さんすると思うんですけど、こうやってねよくわからへんかったからしたらね、こうやってジャケットポンって置いてあったらね、これ何が何か全くわからないんですよね。ほんなじゃあスワローテールは何なのというと、やっぱりこのベンチレーションがね、さっきも言った
みたいに、この脇のね、ちょうどこの脇のちょっと下ぐらい、ちょっと追いにがしてくるちょっと下ぐらいですよね。この辺ぐらいからこう風が入ってきたり風が抜けたりするんですよ。それが左にもあるし右にもあるんですよね。まあさっきもねここ見てもらったと思いますけど、この穴のとこね、これが何なのというと、やっぱり我々男性陣のちょっとした、まあ暑さもそうやねんけども、ちょっと臭さと言いますかね、まあこれもんじゃないですか。これもんの時にやっぱり中に溜め込むとね、上からこれもんが来るんですよね。こんなもん自分でも臭いぐらいのに、そんなもん女の人にかかしたりしたらとんでもないことになるでと。そやからこれのね、ちょっとあの穴が開いてるのってほんまちょっとしか開いてへんねんけど、こっからもし風がね来てくれたらもうめちゃくちゃ快適になるっていう、このちょっとした穴にも希望と夢が詰まってるわけなんですよね。だからベンチレーションっていうのは何っていうと、希望と夢が詰まった穴と覚えておいてください。これがあることによって、まあ、快適に過ごせるんだということになっておりますので、まあ一番のほんまの特徴は蒸れにくいですね。僕的にはおいにも防げるというところには思ってるんですけど、まあ、そんなところが、スワロテールの特徴と。ほんで次はね、おそらくノースフェイスの中でも比較的軽い方なんですよ。でこういったねシャカシャカジャケットってねあるじゃないですか。でそういう他のやつに比べてもだいたい 100g ぐらいぐんと軽くなって作られてるので、ちょっと小さくねくるくるくるってまとめて、後でねこの後まとめますけど、くるくるくるってまとめた時にボディーバッグとかにピュッと入れたりしても、なんて財布よりも軽いかなと。財布よりもそれは軽いか、キーケースよりも軽いか、まあかなり軽いんですよね。そやからね、もう折りたたみ傘の代わりにちょっと入れちゃおうかななんて思えるぐらいの軽さになってるし、コンパクトさになってる。でコンパクトはどんな感じでコンパクトになってんの、お前が勝手にそれ言ってるだけちゃうのと、こんなもんコンパクトになりますかと、このジャケットでこんなしっかりできてるのにこんなちっちゃいことになりますか、そんなんやったら僕買いますよってことやと思うんですけど、じゃあ次見てくださいよ、いうことになってて、じゃあ次いきますね。一番最初も言ったみたいに、このフードのところにね、入れていきますわ。これをパチって開けたら、ここマジックテープで引っ付いてるだけなんですよ。これマジックテープピュッピュッてピュッピュッて外すだけでピュッピュッて開くんですよね。でこのピュッピュッて開いたところにピュッピュッて入れていくだけなんで、ピュッピュッて入れていきますね。これクシャクシャクシャーって入れていって、まあ皆さんなんということでしょう、こんな手のひらの中に収まったじゃありませんかというぐらいの小ささになってるんですよ。そうなってくるとね、こういったボディバッグありますよね。こういったボディバッグにシャキーンって開けて、ほんでこのままもう簡単にポインって入るんですよね。でこれを閉めて、よし嫁さんとアウトレット行こうかっていうような流れになります。はい、ということでね、見てもらったと思うんですけども、まあ、正直ね僕はねこのスワローテイルのこのランニングバージョンの方がベントフーディーっていう名前なんですけど、このランニングバージョンの方持ってたからね、ほぼほぼ機能としてそんな変わらないんですよ。ベンチレーションもあるしで軽いしみたいなところでほぼほぼ変わらへんくて、まあそんなに僕にとっては真当たりさっていうのは全くないんですけど、じゃああんたこれ使っててデメリット何があったと。まあもちろんこれもそうなんですけどね、デメリットとして何がデメリットになってくんのというとですね、やっぱりねこういった薄いジャケットって全部そうなんですけど、まあ、これだけじゃなくてね、やっぱポケットがねめちゃくちゃ簡易的なんですよね。だからもうあるかないかわからへん、これ信頼していいんかな、信頼してあかんのかなみたいなね。なんかまあ初めて友達に行ったりとかして、こう鍋パーティーとかしてるじゃないですか。でそしたらその時にちょっとトイレ行こうかなと思ったけど、財布目の前に置いた状態やったけど、このままトイレ行ってええものなんか、一回財布をポケットに入れたりしたら友達らは、えなんか俺ら疑って財布ポケットに入れてあいつトイレ行きよったでって思われたくないけども、でもこれを信頼していいかどうか分からへんっていう、この微妙な時ってあるじゃないですか。そんな感じでね、このポケットって信頼していいの、信頼してあかんのっていうぐらいな、ほんまに一応あるけどもモリモリにね入れてくださいっていう感じではないんですよね。だからあくまでこうボディバッグ持ってますとか、あとリュック持ってますっていう状態で使うんやったら、もうスペックをねいかんなく発揮できると思うんですけど、例えばこれ1枚で出かけました、鍵持ってますよね、アイコス持ってますよね、エアポッド持ってますよね、スマホ持ってますよね、岡本持ってますよね、どこに入れんのってなってくるんですね。だからあんまり僕個人的にはポケットは信用してないんですよ。あるけどもまあちょっと入れるぐらいな感じとか、まあレシートとかね、その紙入れる程度だったら全然問題ないんですけど、あんまり僕自身は信頼しないというところが、まあ、デメリットになってくるかなと思うんですが、それ以外のデメリットはほぼほぼないんちゃうかなって今んとこ思ってます。でじゃあ次ね、おすすめの人、どういう人がおすすめなんかと言いますとですね、やっぱりねこれね、どっちかっていうと私服に向いてるなと思ったんですよ。っていうのもね、以前紹介したことあるマウンテンソフトシェルフーディーっていう、これもまた似たようなジャケット、これどこがちゃうねって、色ちゃうだけやないかいってなると思うんですけど、これ伸びるんですよ、ビヨンビヨン伸びるから。こういうのはどっちかっていうとスポーツされる方とか、あと行動ですよね、ジョギングされるとか、そういう方はむしろこっちの方が絶対いいと思うんですけど、この今回紹介してるスワローフーディーの方に関してはね、全く伸びないんですよ。だから伸びるとかっていう感じじゃないから、もともと激しい運動とかはあんま向いてへんのですよね。だからまあ私服で着るぐらいやったら、そんな別に激しい運動することってまあないじゃないですか。だからまあ僕はね、個人的にはこう街着でおしゃれに着たいとかっていう方の方が向い
いてて、登山とかされるんやと絶対こっちのこういう伸びるやつの方が動きやすいと思うので、ね、こっちやっぱ伸びないので、ね、突っ張るでしょ、グッて突っ張って、ほんであの背中のところから後ろから見たらね、ハムみたいになってるでしょ、あのハムみたいな瞬間に情けなくなってくるでしょ、なんやこの体と思ってね、自分自身でも嫌になってくると思うので、まあ、あんまりこれを着てハムスタイルにするのはちょっとおすすめできひんかなと思います。はい、ということでね、最後サイズ感に行きたいなと思うんですけど、サイズ感がね、これを僕 XL で購入しました。確かもう一個上もあったと思います。XXL もあったと思うんですけど、いかんせんやっぱその伸びひんでしょ。だからあんま伸びひんから、サイズ感的にもうタイトに着ちゃうと、もうほんまにピチピチ。けど、まあ普段のワンサイズ上げるぐらい、僕普段 L が多いんですけど、まあワンサイズぐらい上げときゃ、まあちょっとゆったりは着れるし、まあそんなにピチピチではないかな、いう感じですよね。まあ袖口もね、これね、あの男性の好きなゴムが入ってるからね、しっかり手首のところでピュンってしまってくれるから、多少ね、こうゆとりがあったとしても、手首でギュッて締めてくれるし、そんなにこう袖が燃え袖になって、ダボダボするみたいなことはないんですよ。だからサイズは別に上げても問題ない。むしろ下げてるぐらいの方が、張っちゃって、そのさっきも言ったハムですよね。ハムちゃんになっちゃう方が怖いので、どちらかというと上げるぐらいがいいんかなというふうには思います。ということですね。はい、ということでね、本日スワローテイルフーディーの紹介したんですけど、これがね、16,000円ぐらいかな、の消費税。で、さっき紹介したマウンテンソフトシェルフーディーも16,000円の消費税なんですよ。で、それ以外にも、このベンチャージャケットも16,000円の消費税なんですよ。何がちゃうねんと。これ16,000円揃えられて、店員さんにこの辺おすすめですよって言われたとしても、どれがいいか俺には全くわからんっていうのってあると思うんですよね。だからまあそういう方に向けて、いや、行動するんやったらこっちで行きましょうよ。いや、年中使って雨気にしたんやったらこれで行きましょうよ。むしろ春夏だけ来たんやったらこれで行きましょうよとかっていうのを、また別動画で作ろうというふうに思っておりますので、まあ今日はね、この辺でサクッと終わりたいなと思います。ということで本日はですね、ノースフェイスのスワローテイルフーディーをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。